今日は8月24日のソロライブに向けて、もっともっと強くなるためにあるところに行ってみたいと思います。あ、強え。はい、ここが今日お世話になる小比類巻道場さんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。すいません。あ、大丈夫ですよ、脱がなくても。どうぞお上がりください。はい、お願いします。よし、決め。よし、決め。おはようございます。横山由紀です。今日は強くしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。いろいろ聞きたいこととかを考えてきたんですけど、僕、結構頑張らないといけない時とかに、結構、怠けちゃったりとかするんですけど、その、例えば、減量しないといけないとかに誘惑がたくさんあるわけじゃないですか。そういう時何を思ってそれを耐える。減量の場合は目的がしっかりしてるんで、はい、いついつまでに落とさなければ試合に出れない、はい、じゃあ何のために練習してきたのかっていうところは、もう試合に出て勝つためが目標設定なんで、減量は通過点にしますね。チャンピオンになった一番の要因というか、自分がどうなりたいかなと思って、ね、で自分がやっぱりチャンピオンを取って一番になりたくて、世界で強い人間を証明したいという気持ちがずっとあって、うん、でそのための過程としてやっぱり日本チャンピオンであり世界チャンピオンでもあると思う、はい、その目標設定がどれだけしっかりなってるか、うん、だと思うね。中途半端な気持ちだったらやっぱり中途半端に続かないといけない。もう絶対に自分はここに来るんだって決めて、うん、そうすることによってやっぱり普通に通過点として全ていけると思います、うん、試合前に、うん、やっぱ作戦のこととかを考えて、うん、試合前、まあ、試合決まるのは大体50日前なんだけど、50日前の時点でこの対戦相手と戦うっていう作戦は全部作る、うんうん、でその作戦を作った上で50日間練習する。で試合直前になったらもうやるだけだから、この50日間を迎えるために何が、なんでここの50日間 100% 練習できてたのかって考えた時に、やっぱいろんな人たちの協力があって、練習相手だったり、パートナーだったり、もうね、応援してくれる仲間だし、そういうのを考えると最後感謝の気持ちだ。最後はその感謝の気持ちを持って次の日、明日試合に向かう。いやでもお話を聞かせていただいて、そのアイドルとしてもなんかいろいろ重なる部分というか、考えがなんか勉強になることがすごいあったので、本当にお話聞けてよかったです。ありがとうございます。下も出て、はい、そうだ、ないです、はい、じゃあ場所を出した場所を出しました。スイッチしてから、なのでちょっとこれだけやってみて、あと3回ぐらい、1、2、3、はい、じゃあ両手合わせてお願いします。めちゃきつい。
あと200。はい、これやってもう一回。これも死んで。まずこう。よろしくお願いします。お願いします。衝撃ありがとうございます。すごい。すごい言葉にならない。気抜けない感が半端なかったです。初めての体験でした。すごい。あれ軽くなんですよね。なんかまだ体の芯の部分が痛い気がします。なんか。すごいです。すごいです。ライブで今度やるんですけど、なんかそういうかっこいい振りとかが覚えたいなと思って、格闘系ワンでなんかいい感じのないですか。了解です。じゃあハイキックやりましょう。あ、はい。中学校の時からゲームセンター、ソートの時に必ず行って、何万、あの子出てるじゃん、はい、絶対全部1位にしたら帰ってくる。なるほど。
で蹴りのマシンもなかったね。 あれも全部チンして帰ってたっていうのはもう小学中学校高校は必ず最初やってないとプロだったから、うん、やってないけど、ね、いやすごいすごい、僕ランキングにも乗ったことないです。でも今日上手だすごいですね。多分みんな見てて思ったすごい。道場さんで少し見学させていただいて、本当にライブに向けてのその一見なんか関係ないように思えるんですけど、いやすごく勉強になったなと思います。その本気で勝ちに行く姿勢っていうか気迫というか、本気って何なんだっていうのを本当に間近で体験させていただきました。まだ全然足りないなと本当に思いました。プロとは何ぞやっていうのをなんか感じれたような気がします。今後の自分のその在り方というか、その姿勢というかをもう一度考え直して、ライブに向けて取り組んでいきたいと思います。本当にお世話になりました。いや、今日来れて本当に良かったです。ありがとうございます。